名鉄観光バス株式会社は愛知県、岐阜県、三重県で貸切バスを運行している名鉄グループのバス会社。本社は愛知県名古屋市厚田区神宮三丁目6番34号にある。2008年7月1日、名鉄岐阜観光と名鉄西部観光バス、名鉄東部観光バス、名古屋観光備休の3社を九州合併し同時に称号を 名鉄観光バスに変更した。本社は旧名古屋観光ビッから引き継いでいる。合併により観光バス事業者としては日本最大規模となった。2012年2月20日、愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2番4号、名鉄バスターミナル10階から愛知県名古屋市厚田区神宮3丁目6番34号へ本社を移転。これ以前の遠隔は、 各社の遠隔を参照のこと。現行の高速バス路線は、名鉄グループバス事業の再編のため、2009年2月1日より、名鉄バスに移管された。主に三菱不走製の車両と日野自動車製の車両が中心である。前述の4社が統一された際、会社としての観光バスの標準図色を制定し、白を基調に青、赤、緑の帯がリボン風に描かれるが、 既存の車両のカラー統一が行われなかったために、同種の車両でも多数の塗装パターンが存在しており、中には前面の車名表記と側面の車番表記が名鉄観光バス仕様となっているものの、側面には合併前の旧車名が残ったままといったバスも存在している。岡崎営業所以下の営業所のほか、旅行センターがいくつかある。 名鉄観光バス株式会社の営業開始について、名鉄観光バス、2016年1月31日閲覧、本社事務所移転のご案内、名鉄観光バス、2016年1月31日閲覧、ありがとうございます。